はようございます。今日は先ほど拝見いたしました北京ロックについて語りたいと思います。メベルチャン監督っていうのはフルーツチャン監督みたいに香港返還前後に活躍してた割とまともなものを撮ってる女流監督の一人ですけれど、この人の作風としてはまあちょっと可愛らしめのものを撮るっていうか、キラキラの少女漫画チックなロマンチックな感じのものを撮る人で、まあ個人的に見てて思うのはシークエンスの切れ目でかなり律儀にフェードインフェードアウトを使ってる人、これ意外に少ないかなと。トレースオブドラゴンみたいなドキュメントでもその面は変わらなくて、まあ今回の作品北京ロックも例外ではないんですけれど、今回音楽ものということで結構ポスプロで遊んじゃったりしてるんですね。ポスプロに関しては編集にあのパン兄弟の弟が入ってるんですね。ダニーパン。当時レインっていう作品がすごくスタイリッシュで有名になって、パン兄弟イコールスタイリッシュみたいなイメージがあったから、こういう風にちょっと現代風な音楽ものを撮るということになって編集に起用したんでしょうけれど、全体の整合性からちょっと暴走しちゃったかな感があって、中国第6世代のチャン・ユアンが昔クリストファー・ドイルを撮影に使って撮った緑茶っていう映画を思い出させるような、それぞれの作家性が違う方に暴走しちゃったかな的なところはあるんですけれど、物語は、まあ、親の七光で音楽の仕事をさせてもらっているのが主人公なんですけれど、彼は新たに香港で新曲をリリースするために歌を書かないといけないんだけれど、インスピレーションが湧いてこないと。そんな時に北京でとある貧乏バンドが喧嘩しているところに出会うわけですね。彼はそのバンドに同行して大陸中を土佐回りして回るわけです。ロックと伝統的な歌のコラボレーションみたいな感じのところが出てきて、オープニングからいきなり呼吸の音色にドラム、ベース、ギターが混ざってくるみたいなところがあったり、インターナショナルをロックバージョンで歌ったり、革命家をロックバージョンで歌ったりしてみたりしてるわけですよね。この作品自体大陸では反体制的っていうことで上映禁止になったって噂がありますけれど、伝統的なものを今のスタイルにしてるという模範的なことをやってんじゃないかなという感じで、映画の作り自体はそんな反体制的なものではないですね。音楽がどうの言う前に普通に三角関係のドラマっていう感じになってます。それではまたお会いしましょう。现在我的心呀，一心想尽才能。